岐阜県時少年自然の家とは、岐阜県時市貞林寺に存在した少年自然の家。青少年研修施設、宿泊、研修施設であり、公共施設でもあった。運営は、時市ではなく、岐阜県が行っていたが2010年3月末で、閉所。2011年に、宿泊棟と体育館が解体された後、跡地等は、時市に返還され、 時市総合活動センターキャンプ場等として再利用されていたが2013年3月31日をもって廃止されている。1975年8月30日に和光度の丘の施設として完成。以来、東農各地の小学校、中学校やスポーツ団体等の合宿などに使用されていた。 この他にも、少年自然の家が独自で企画したキャンプ等も行われていた。時少年自然の家オリジナルのところ歌も存在した。施設は、宿泊棟と体育館の二つに分けられていた。なお、現在は共に解体済みである。宿泊棟は3階建てで、2階と3階に宿泊用の部屋がある。また、宿泊部屋の部屋名には特徴があり、2階は鳥の名前。 3階は花の名前を用いた部屋がある。部屋内には2段ベッドが2つあり、1部屋4名の宿泊が可能となっている。また、大人数が宿泊可能なリーダー室もある。1階には食堂、自動販売機、研修室などもあり、宿泊棟の外にはクラフト室もある。また、リネン室は1階に加え、2階のトイレ横にもある。この他、 身体障害者用トイレも1階2階にある。ただし、宿泊棟にはエレベーターが設置されていないため、1階から2階に移動する場合はあらかじめ、係員に連絡し、申し出る必要がある。なお、ホテルや旅館とは異なり、自然の中の活動を前提にしている少年自然の家であるため、他の少年自然の家同様、室内にはテレビは設置されていなかった。原則、 時指定少年活動センターの利用可能時刻に準じているため、午前9時から午後5時までの利用となっていた。なお、最終退場時刻は午後5時のため、午後5時以降に活動する団体は少年自然の家で宿泊することとなる。また、入所式、退所式はカットすることはできない。 基本的に、少年自然の家を利用する団体は、宿泊形式で利用する場合がほとんどだが、日帰りでの利用も可能である。消灯時刻は22時であり、気象時間は団体によって異なる。少年自然の家であることから、自然の中での体験活動が中心となっていた。時市民バスミノ焼団地線はコ度のおかて上げ車。ただし、便が少ない時間帯もあるため、 乗り遅れに注意が必要である。ありがとうございます。